たくみの部屋、たくみです。今回のお題はこちら、人造昆虫カブト防具ビクトリーバイビクトリーについて語ります。こちらは2006年10月から2007年10月までアニメ化、タカラトミーから発売したおもちゃを使ったアニメになります。この絵のやつかな。アニメは15周年を記念して再販した、そんなカブト防具これね。じゃあ今回はアニメを中心に語ってもらおうと思います。そんなアニメを語ってくれるのはカステラです。好きな料理はイチゴと牛乳です。分かる人には分かってくれるネタなんで、これも2代目です。好きなアニメはクラッシュギアです。ちげえじゃん会社もちげえじゃん、タカトミじゃねえんだよ。はい、じゃあこんな感じで、お送りします。イエッ、はい、イエッ、じゃあ今回は、よくわからないんで、本当にわかる、今回もわかりません、僕はわからないんで、もうカステラさんに丸投げです。イエッ、はい、どうぞ。はい、もうカオスアニメ担当のカステラなのでイエッ、まあ、言ってしまえば前こうスプリンパンの時にこうロボコン界隈が大騒ぎになってたという話もしたんで、これも実際そのロボコン界隈に近い、浦沢脚本界隈ですごい、もう令和ロボコン界隈じゃないですかバイブルのようになってるというアニメですね、伝説のアニメになってます、うん、アニメ面白いね。もうまず導入から、アニメが面白いかどうかっていうのは、うん、もうまず見ていただいて、合わねえなと思ったら多分合わないですけど、これちょっとハマるなっていう人は本当にどっぷりハマれる、あ、本当に人を選ぶアニメっていう言い方をいつも人に言うときはしてます、まあ、大体合わないですけどで、まあ言った通り、そのメイン脚本がその大綾悟さんっていう、浦沢さんのお弟子さんの方で、まあ、この人が脚本書くと大体カオスになるよっていうのはもう最近ではコナンとか、あとそうですね、アトレンジャールファファトとかで非常に話題になる人でして、まあ、そういう意味でもすごいカオスなアニメになってます。で、まあ、一応また書いてたんですけどまあまあ登場人物紹介からまたやりまして、まあ、この方が天の川流星ということで、まあ、みんな尊敬の意味を込めて流星さんというんですけど、まあ、10歳の男の子ながら、まあ、世界大会で出場する経験を、まあ、実力がある、カブト防具の生まれ生後間もなくサンバさんとカブト防具で防具バトルをするという実績があるから、すごい。アニメもこのサイズなんか、アニメも大体このサイズです。で、ちょうど人間がこう、人間がこうチャージ3回フリーエントリーノーオプションバトルってそういうルールがあるんですけど、まあ、こうやってチャージしまして、チャージインと言って、まあ、こういう風に、まあ、このスピードで微妙に見切れてるごめん、慣れてなくてごめん。でこのスピードで動くんですけど、おもちゃは、まあ、本当やともうアニメやと本当にもうさっき言ったクラッシュギアみたいな超スピードで走り出して、こうカウント通りでぶつかり合ってバトルをして、必殺技を出せばなんか後ろから変な人が出てきて変な波動を出すという。え、これこっから何、人が出てくるの？イメージです、イメージ、イメージ、スタンドバトルになるんです謎のメーターが出てきたりとか、よくわからないトラが出てきたりとか変な秘書さんが出てきてその百科語を喋ったりとか。考えたらあかんよ、考えたらあかんよ、と真面目に撮られたら死ぬよこのアニメは。カステラが何言ってるかわからないけど、とりあえずまず1話を見ていただければ、あ、これ全今全部本当だっていうのがわかります。それで劇薬を進める、はい、で、まあ人物の紹介が できてない流星さん、さすがっす。まあ非常にで、カブト防具で非常に重要な要素として精神攻撃が基本なんですよ。まあ基本的にこのカブトムシ同士がぶつかり合うだけのバトルなので、あまり見応えとしてはあまりないところがあるんですけど、勝負の決め手になるのがいつも精神攻撃、敵の心を折った方が勝つ。関係ない。まあそれはもうイメージ。ボビーアニメなんだ。ボビーアニメなんでそういうもんですよ。気合の戦いの。気合の戦いで。でそれで別にトリックだからね、遊戯王みたいにトラップカードを仕込んでたとかそういうところができるわけではないので、本当に事前に下調べをして敵の弱みをつくとかそういうところで、まあ敵の心を折って勝っていく、まさに華道というのが流星さん。主人公。はい。でめちゃくちゃメンタル弱いですよ、ね、1話見れば分かるんですけど、敵は
かなり強いかもしれないって言われてお腹の調子悪くして決勝戦でその状態で挑むというぐらいかなり弱いですけど、まあそんな主人公いいっしょいやでも本当にこのまま本当に強い強いだけの主人公でコビアニメの特徴としてあるんですけど、非常に弱いところを見せるところが彼の魅力でもある。でカオスアニメなんですけど、カスラ的におすすめしたい普通にいい話っていう回もありまして、32話準々決勝ランニングバックブリーカーストップ後半じゃん。後半じゃん。いや真ん中、真ん中ぐらい。一番なんかすげえ魂がこもってるの本当に一押しが32話としてどうかと思うよ。人生の中で3本の中に入るぐらい好きなアニメと言っても過言ではないぐらいのカスラのお気に入りバイブルでして、で32話準々決勝ランニングバックブリーカーストップって話で、本当にリュウセン負けちゃうんですよって、精神攻撃で押し負けるということがあって、その時の演出が非常に素晴らしいので一遍見ていただきたい。ホビアニメここまで負けたことに関してこうさらっとリアルに描くっていうのは本当にすごいなっていう、まあ親脚本じゃないんでカオス分はそんなにないけど、まあそれは本当に非常に見ていただきたい話ではあります。いやちょっと待って、じゃあとりあえず1話を今日はこれで終わろう。主人公の話と内容で今日は終了だそうだね、もうそろそろ7分いくしな。本当だ、すごい。とりあえず次の2話でもうちょっと他のキャラクターとかを語ってもらおうかな。これ今まで一番長くなるシリーズだね。いやとりあえずじゃあ、今回はちょっとカステラさんが魂が強すぎたので、2代目喋ってねえもん、うん、僕の方喋ってるもん。カメラマンだよ俺。なんでいるんかな2段っていう感じで、今回は終わろうと思います。じゃあ次回も皆さん、ご視聴 お願いします。次回もジャージじゃあ次回もカブト攻撃やりますんでお願いしますタイミングよ